おはようございます。2014年12月7日日曜日6時5分になりました。日曜日いいということですけども、なんかもうすごいこの週末はね、寒くて、あっちゃこっちゃ雪降って大変なことになってますし、ね、ここはあの京丹波町でもあの氷が張るぐらいの氷点下にはなっておりますんで、本当にもうね、あの夜は危ないっすとか、あと朝早くはね、影になってるとか、まだ氷張ってたりする可能性もあるので、そういうのは注意しないと危ないですね。寒いです。しかし、さて、それはそれとして、今日はですね、時事通信からですね、初めてかな、時事通信社のサイトから、日用品で自社ブランドアメリカアマゾンということなんですけども、まあ、すごいシンプルなタイトルですが、あのアマゾンといえばオンラインショップですけれども、そのアマゾンがですね、ついにというか日用品まで自社ブランドであの販売するということをやり始めました。で、まだスタートなんで、最初は紙おむつと、赤ちゃんのお尻拭きかな、なんかそんなんをやる、そこからスタートするらしいんですけれども、でもって、まあさすがに情報をよく扱ってるアマゾンだけに、その商品のね、バーコードかな、QR コードかなんか携帯で読み取らせたりすると、そうするといろんなその生産情報とかですね、その原材料とかそういうのも見れるみたいです。なんかそういうサービスも展開していくことになっていて、でこういうのをやり始めると、これから今までアマゾンで売ってたいろんなメーカーさんですよね、その例えば P&G とかそういうところありますけども、そういうそれが逆に今度はアマゾンで売りつつもアマゾンが競合みたいなね、まあそんなことになってくるんじゃないかなと。まあリアルなスーパーとかでもね、あのプライベートブランドとかっていうのをやってますけれど、まああれも競合でありながら、ただこう住み分けがされていたり、でまたその生産するのにそういったところから、OEM でメーカーの方で、作ってたりするというのもあるので、まああれはあれでね、競合のように見えて共存してたりするんですけども、まあ、Amazon これどういうふうに、作ってやってるのかよくわかんないですが、なんかだんだんね、オンラインショップという領域からどんどんこうビジネスモデルが変わりつつありますよね。その前にもやりましたけども、日本でも、オンラインショップって言えばその宅配とかそんなの届くだけでしたが、そこからもう徐々にアマゾンは受け取りの仕方をいろいろ広めてきていて、で日本ではね、そのコンビニで、ファミリーマートとかね、その辺受け取ることができたり、あ、ローソンだったっけ、受け取ることができたり、でさらにヤマトの営業所でも荷物を受け取るようにできるとか、そんな風なことができるようになってきますよね。でアメリカではドローン使って配達しようというようなことも今計画してますし、でそうやってどんどんその何て言うのかな、単にショップというものではなくて、実際オンラインショップではなくてリアルの店舗があるかのようなサービスとかですね、でさらにその今回はメーカーのところまでも入り込んできて、要はこういうそのビジネスのものを作って売るっていうビジネスのですね、上流から下流まで全てをもう自社で全部そのソリューションというか、仕組みを持ってるという、そんな巨大企業になりつつあると。でこうなってくるとですね、もう本当にその自社で作って販売するとかっていうよりも、もうなんかアマゾンからオーダーもらって作ってしまった方がビジネスとしては安定するんじゃねみたいなところまで行っちゃうんじゃないかなと。どん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 ね、こうネットの世界っていうのは本当にその
なんていうんですかね、そのネットワークでつながってるがゆえに売買ゲームでこうビジネスがでかくなっていくときはでかくなっていくので、そこにこういうアマゾンはリアルなもののやり取りっていうのが、ね、商品が届いたりするっていうのが絡んでるので、そのGoogle のように情報だけでやってるのと違って、その物がね動くというところまでいろいろ絡んでくるんで、非常に今後大きなビジネスになっていくでしょうし、これもまた前にもやりましたけども、 Google の敵っていうのがもう Yahoo とかではなくて競合相手っていうのが、Amazon だと。で、Amazon もう物を買うときは Amazon からこうスタートするっていう人がいて、 Google を経由しないんですね。そうなってくると、その何を買ってるかっていうのは Google 側には情報がないと。どんなものを欲しがってるかっていうのが実はあんまり Google 側に情報がなかったりする可能性もあると。 Amazon はすごいその辺が分かってるというのがありますよね。で、まあ今後こういう風になってくると、楽天とかのショッピングモール形式でやるのとどうなのかなとね。それで、情報の扱い方とか、まあ楽天はいろいろこうね、ショップ側にいろんな不満があったりとかするのもあるようですけども、まあ、そういうサイトの運営の仕方と、サイトというかサービスの運営の仕方と、Amazon のように自分ところがショップとなって、ね、しかも自社ブランドの商品まで販売するようになっていくと、今後どういうふうにこの2つの違い、モールというのとショッピング、オンラインショップですね、ショップそのものっていうのとの違いがこれから大きく出てくるんじゃないかなと。で、またアマゾンは非常にこうね、どっちかというといろんな情報をオープンにしていくようなところもあるし、かつ物流まで全部抑えると、まあそんなところも出てくるんで、その違いが楽天との違いとかに今後出てくるかもしれませんね。さあ、楽天はどういうふうにこの対抗していくんでしょうか。まあいろんなところをね買収して、楽天は楽天で、海外から見ると本当に投資会社というか M&A をやる会社に見えてるので、そのあたりからね、こう動きがまた変わってくるかもしれませんけど。さて、そんなところでもう6時13分になりました。今日は日曜日ですね。でもってめちゃめちゃ寒いので、もうここのとこ何日も言ってますけども、本当その風邪などひかないように体調管理しっかり気をつけてやっていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。